さ18歳だけど一応高校生じゃんだからお腹出すのも良くないじゃんだからどこまでが許されるのか分かんなくて怯えてじゃあできたなん <laughs> <laughs> からメイクだけはバッチリみたいな感じえ愛だってありがとうそうでも今こうやって見たらさ こちょっといい感じかもだけどさこう生で見たらちょっと目のここがなん目の下のここがなんかねあれなんだよなちょっと黒いの <laughs> そうそう研究生のうちはダメだもんねそうだからそうどうしようみたいなねだから今日は完全に守りました <laughs> <laughs> 守っちゃったみんなでもさ私が5時にするのって結構珍しくて初めてぐらいなのねだからさ多分さまだお仕事終わってなくて見れない人もいっぱいいると思うのこの時間帯ってごめんねごめんねみんな <laughs> 見れなかった人ごめんね <laughs> 許して 明日は朝やるから仕事し,しながら見てるバレないようにね <laughs> 私でも車の中で笑う<笑>水のあねこのブランドもよくないのかないやそんなこと言われたら何も切れないじゃんどうなの髪の毛で隠しちゃう隠れれてる <laughs> あこれならかけられてるじゃあ今日ちょっと猫背気味で失礼します <laughs> よくないよねどうしようかなみたいな今日隠すものが多いの <laughs> 服よくなかったね無地の何かを羽織ればよかったけどダウンとか着てやればよかったかな真っ黒ダウン着てねっ ここまで全部閉めちゃってね、フードも被って雪だるまみたいなブラック雪だるまみたいなと、はい、ち <laughs> い、うん、ちゃん可愛い,いありがとう。はい吠えています吠えてます皆さん聞こえるふりをしましょう。<laughs> あのねそうなんですよねはい共通のっぽいやんありがとう真ん中で分けてるからかな高校のジャージ？うん違う えっとね部活のだから中学の部活の時のやったからね探しても絶対特定できないよ <laughs> 絶対できないと思うけどそう後ろ見せたら終わるだから私後ろ <laughs> 向かないように頑張るから自分の場所は見てたの見てたーもう緊張したーなんか あの私が歌ってる時マネージャーさんが遠くから撮ってくれてたんだけど結構めっちゃ正面で撮られることは撮って自分の顔を見てなかったからあこんなこんな顔して歌ってたんだと思ってもうねあの来年はマジで私気をつけますキョロキョロしまますすキキしせせんすいませんいでした <laughs> でもね聞いてほしい。 あのリハーサルの時に私が同じところを2回歌っちゃって最後のところもうそこでもうね間違えるツボにはまっちゃって本番もう緊張して緊張してやばいどうしようどうしようってなってそしてねカメラが3台あったのここ見てくださいっていうのがなかったからキョロキョロあ,こっ,ラあこっちのカメラにもアイスオフとかこっちのカメラにもこっちのカメラにもってしちゃってで初めの「 一番最初の歌い出して歌詞見たっていうね本当にやらかしましたはい私は本番でやらかすタイプです <laughs> でも最近みんなうっすうす気づいてるでしょこの人絶対 <laughs> 本番でやらかすタイプだってねいやそうなんだよ <laughs> もう歌ひどかったねごめんね本当に来年出るかな読んでる出たいけどえ、ね、伝説作らないで <laughs> なんか勝手にできちゃう頭の中ではこうしようこうしようって計画なっていってもだね <laughs> ねえみんなこのメイクで何か足りないとこある今日新しいねチーク買ったのなんかね新しい出たの最近出たのなんだけどねハートのチークでめっちゃ可愛かった ちょっっとハイライラト入ってんだよなね今日のさメールの写真さ面白いの送るから面白いかわかんない <laughs> ちょっと自分でレベル上げちゃったからちょっと違う面白くないかも面白くないバブルこの髪型かなこっちが元気なんだよな <laughs> 前だけ向いて歌うそうだねマジでそう思ったいや本当にそうなんだよそうね本当に <laughs> まあね今年学んだから来年は生かすわって感じ昨日はうん面白かったね すごくく大人っぽく見えるのほんとやったでも今日雨降ってる湿気がある薪が取れる諦めたよねもうもう諦めたよねなんでさ取れちゃうの薪が撒いて取った時めっちゃぐるぐるやん マカロニみたいにグルグルしてておおいいじゃんいいじゃんと思ってたなんで <laughs> 私は寂しがり屋ですかってメールで聞いたよねそしたら <laughs> まさかの「しがり」って書かれた <laughs> 何欲しがりって <laughs> 一人ぐらなんか寂しがり屋だったら一人暮らしできないよとかみんな辛口なの <laughs> なんで <laughs> サ <laughs> しがり屋でも一人暮らししますよ言った通り洋服可愛すぎたよえでしょでしょでしょ <laughs> ああみんなに構ってほしいの私はだからあれでしょもう言うのやめるわ <laughs> <laughs> あ,あ面白いあ,あま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 あ、まあ、みんなはね 私はあんまり寂しがり屋じゃないという結果が出ましたはい <laughs> そうだって気になるんですが言いません <laughs> こんにちは新潟駅にあるさ 分かるあれあれえっとえっあれおいしいキャラメル味映画のポップコーンみたいな味がするおいしいおすすめ超おすすめ あそうだみんな私全然決まったよ <laughs> 89だって89来る人 <laughs> 来る人ーはーい道上がってるありがとう多分夕方だからだよ <laughs> でもこうやってみたらさ私「一重って言われてもおかしくないねそう <laughs> ガチャピンみたい そう、だから気にしてアイプチをね一回してみたんだけどん <laughs> あのですね下手くそすぎてすぐやめました遅くなりました嫁何分なんだろう今初めて全然 <laughs> 見に行かなければえ来てください是非会いましょうじゅっちゃん可愛い嬉しいね 今日待った待った <laughs> みんなのこと待ってるよではみんな前髪ありの方が好きなんでしょ <laughs> あー面白いごめんねで前髪はちゃんとあるからちょっと短いのを今上に上げてるんだから大丈夫で今日仕事今月仕事忙しくて公行けないごめんあ六6月まだ5月よ 今月6月だね多分89ってこと残念会いたかった <laughs> でもねそこはね仕事を頑張ってもらってまた会いに来てもらわなきゃいけないからねそこはやっぱり前髪さんなのでい <laughs>、ね、ごめんねいいよその分配信見に来てね 明日はね朝から配信する <laughs> ちょっと久々に朝がねしなかったの <laughs> で初めて5時台にしたの本当に巻き取れてるのなんですごいびっくりなほど取れてんだけどなんでどうして いや、今ね。こんにちは、嫌いなんとかじゃないからね。分かったよ、教えてくれてありがとう。カップルみたいだね、なんか。見めてー。会社だよー。っちゃん可愛い,い、ありがとう。 今ライトつけた。え、ね、ライトつけたら、なんかさ、ちょっとよくない。わかる。ここの光がわかる。ちなみに、私はカラコンとかつけてません。コンタクトもつけてません。目はいいです。<laughs> 今日いい感じじゃない。もうジャージっていうのが残念なとこなんですけど。まあまあ。ね、布が今日は少ないということなので。守りました。 仕方な、ごめんなー。本日、振りたいのがあることを、四キロ押しに行ったら。夜中に。<laughs> 振りたい色。何。何色。七じゃないだけってこと。私。<laughs> ごめん。ええー、受難してるよー。ありがとう。劇場の後ろの席まで。見えますか。うん。 見えちゃう全然見えるだって一番一番後ろのさ端っこ本当に端っこもう角でじゅっちゃんのさボード持ってくれてた人がいたんだけど見えたもんあれ響かなかった響いた響いた愛してるようでしょ気になってますありがとうありがとうぜひこれからも配信見に来てくださいほうほう 見えてますね、はい、私が遠くまで見てるからかもだけどここの中のヒルは行こうと思ってます八の夜もおお、会えんじゃん <laughs> やったね通知に気づいて仕事を手を止めました仕事してくださいお仕事してください私は逃げません私は逃げませんってちっとおかしいけどねまままあまあ、まあ。明日の朝も会えるしね今日は四十四日目配信連続配信だって なんかさ44日とかなんていうのもう30日過ぎちゃったらさわかるなんていうんだろう続けたくなっちゃうもう毎日やりたくなっちゃう <laughs> 仕事も逃げないそう私も逃げない仕事も逃げないそうだよ <laughs> 課題も逃げないからねそうなの <laughs> 今日届いたたなお写真、時間めでとうやっんだろう、何のやつむしろ追いかけてくる。そうだよね <laughs> 課題も仕事もね終われるからね会いたくなったら行け申請出すかもいいのそれ <laughs> 大丈夫なのいや嬉しいよ今日の雰囲気いいねだって嬉しいんだけど 明日の朝の配信ってことうん明日の朝は配信するよぺやちゃんと違って <laughs> 嫁のためだもんいや嬉しいね今日のメール何がいいかな何書く嫁が嫌なら出さないよえ出して <laughs> 出して会いたいから もちろん痛いからでも出してっていうのもおかしいじゃん有給申請有給だっけ出してっていうのもね <laughs> よくないじゃん今日のファッション見たいえここからこへそをちょい上までの服とズボン <laughs> えズボンはぴっちり系 えマジ可愛いこれわかる <laughs> 足を上げるな足を上げるなで見せてあげるなんて言うんだろういや見せたらお腹出ちゃったら困るんだよな裸足やん私は裸足ですよほらわかるかなここボタンついてんのめっちゃ可愛くない可愛くない 足がめっちゃ長く見える。配信来たら足上げててびっくりした。じゃ今日のコーデの紹介してたな。じゃなかった。<laughs> ふくらはぎが可愛い。うざーん。会社？もう一回見とくやつも。はい。<laughs> 足を上げるな。<laughs> 服持っも着たらも可愛い。え、嬉しい。<laughs> 上はね、ちょっとちょっと見せられないの。<laughs> おへそが出てるから見せられないの怒られちゃうわ <laughs> <laughs> ーいキャンバージョン化しながら見てるあならいいかもだねパチッ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 なんかめっちゃ今日目ブラウンじゃないそんなことないなんとこんにちは今日はおへそが出てるじゃあおへそをテープで隠してもダメなんだよ <laughs> 雷じゃないんだから <laughs> <laughs> そうダメなのなんかね肌がいっぱい見えてちゃダメなんだってさ <laughs> 手紙ありがとう泣 <laughs> きべそいしょ 終わるか四月バージョンおーお,ーおー、それかやった嬉しいどんどんじゅっちゃんグッズ増えるテックよね <laughs> 嬉しいなじゅっちゃんいないのかなシーズーごめんねおへそタイプでバズ <laughs> おへそだけ隠してもダメなんだよあ、なねでも八九いるからみんな来てね 会いに来て私が会いたい団長読みしますラーメン屋つきましたおさっき会社出てラーメン屋ついたねなどんなラーメン食べるの <laughs> 13行きますねおこの時間帯だとねまたね新たに違うね新しい方に出会えっていうねいい,いいことですねはい。 じゃあ13位からいきますねこれは MIF はミ,ミルフさん <laughs> MIF さんでいいのかなありがとうございますジージヒきさんありがとうございますピースさんありがとうございます今夜が山田さんありがとうございます 6位市田さんありがとうございます八位ザルそばさんありがとうございます七位和久さんありがとうございますまた七仕様になってたのかなこれ六 <laughs> 位雪きくらげさんありがとうございますくしゃべりそう大丈夫だった五位ボンタカクさんありがとうございます 四位竹友さんありがとうございます。三位ときめきこばさんありがとうございます。二坂修さんありがとうございます。一カズさんありがとうございます。ありがとうございます皆さんこんなね五時にねやっちゃってねごめんね。明日朝やるから。 見に来てねまあいつも通りの時間だと思ってもらえれば <laughs> いいですね私は7時20分この20分が大事だからねわかる <laughs> ?OK ですじゃあねみんなじゃあね今かなりきつかったごめんねごめんねごめんねこんな時間にしたってねごめんね急にね予約入ってたしねごめんね スイカ食べててくれたい, <laughs> いいな食べたい日ねそう明日ねよし、ね、ありがとうよ見てきてくれてありがとうみんなありがとうちょっとい,いろんな時間にちょっとチャレンジしてみたくてねごめんね <laughs> じゃあねありがとうね見に来てくれてお仕事の方ちゃんと戻ってね頑張ってね残りバイバーイ何やおやんか違う出てきた